ここはね、小菅村からね、ずっと入ってきて、なんだろう、ね、舗装もしてない道なんだよね、林道。でね、スライドの滝っていうのがあるから、ちょっとね、行ってみようと思って、もう山の上の方だね、これね。雪もあんな残ってる感じで。ちょっとね、行ってみたいと思います。熊なんて出ないよね。冬だもんね。まあ今、駐車場から5分ぐらいって書いてあったんで、ちょっとね、歩いて行きたいと思います。ね、この辺が、そうそう思い出しましたよ。鬼滅の刃、ね、の、炭治郎さんの出身ということで、僕もそれになった気分でね、ちょっと行ってみたいと思うんですけども。ほんとすごい、これ林道でね。これ先ね、行けないんだよ。たばいま抜けると思ったら、行けなくてね。これね、50メーターぐらいあるのかな。50どころじゃねえな、100メーターぐらいな。すごいですよ。ここからね、もう崖も崖もいいとこ。こんな崩れたら一発だな。さっきも同じようなこと言ってますけど、これ駐車場ね、白糸の滝のね、そっから、こう、歩いて、なんでこんなじゃこんな崩れたら一発でダメなとこ来るのって言われたらさ、それまでなんだよね。でもやっぱ、都会だとそういうのないからね。やっぱり、こういうとこ来ちゃうんだよ。と思いながら、もう雪が山の下の方は残ってて、結構歩くな。あった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 。スライド、さっきね、こっちの林道の方入ってって、もっと近い駐車場あるかなと思ったら、ね、スライドの滝入り口、徒歩5分。さあ、俺5分歩けるか。2本しか、捕獲実施。鹿とかあったらどうしようね。ね、仕方ないなって。まあいいや。ちょっとよくわかんないけど行ってみます。こんな道をこう歩くのね。人ね、3人ぐらい横幅、それぐらいの道だな。こんなとこやばいな、これ。ちょっと人がいないのがね、心配ですね。いやー、綺麗。何もない。これ林道やばいね。人がいない、人がいないから、これこれだよね。こんな今度はね、人二人歩けるかどうか。やばいやばいね、この道。これはやばい。もう人が来てないんだろうね。落ち葉が堆積しててさ、こんな中に熊とかいたらどうしようね。これが、これきついよ、結構。山道。これがね、これ、落っこったら死ぬで。これ、人通れんの？合ってるか。ちょっとね、一人で来るの、怖いね。やばいよ。やばい。これ落っこったら死ぬ。マジで。こんな、崖もいいとこ。
苦しい、マスクしてると苦しいね。よいしょ、すごい崖です。まだ歩くのか。どっち、大好き。なんかね、分かれる、二手に分かれる。ここか。え、これ何、どこ、あ、あれだ。おお、おお、細い、すごいすごい、へえ、これね、スライトの滝。よー、もうね、ほら、あんなね、細く筋をね、ゆっくり落ちてる感じがするね。これすごいね。こっちに展望台みたいなとこがあるんで、ちょっと登ってみようかな。よいしょ。もうね、落ち葉、人の来た形跡とかないからさ、これ滑って落っこったら死にますよ、ここ。よいしょ。よいしょ。ね。こんな展望台になってるわけだ。あ、滑る滑る。落ち葉がね、滑るね。お、なんかいる。おいおい、土砂崩れ。うおぉ、やばいやばい。え、あんな崩れんの、うわ、怖っ、怖っ。おぉ、どうさ、今。そっちの怖いわ。ほら、スライトの滝ですね。これ、展望台。あ、綺麗ね。こうやって流れてるんだね。これアップできんのかな。しばらくね、この素敵な風景をお楽しみください。滝ほどね、飽きるものはないからね。もうやめよう。まあね、すごい、ここも山奥。こんなところでスライトの滝のね、小滝がほら、糸を引くように流れてます。まあ、怖いですね。さあ、さっさとドロしましょう。怖い。